さんいらっしゃいますが、本当に期待の大きさを感じます。昨年に引き続き新メンバーをこのステージでご紹介させていただきます。では早速ですが、一人ずつお呼びしてまいりたいと思います。大きな拍手でお迎えください。チアドラゴンズ2018、まずは新人メンバーゆい。どうぞご了承ください。そして大きな拍手を迎えください。シアトルゴッズ2018リーダー島。どんなチアドラゴンズにしたい抱負を聞かせてください。そうですね、まあ、まずチアドラゴンズ2017は20周年、チアドラゴンズ結成20周年ということで、まあ、結構まとめみたいな感じもあったんですが、2018年は今までの歴史を感じつつも新たな歴史の1ページをみんなで刻んでいけたらいいかなというふうに思ってます。いや、昔からね、しっかりしたコメントをする方だと思ってたけども、はい、ますます磨きがかかってた、ね、本当ですか、はい、ありがとうございます。なんかこう、ご自身で工夫されていることとかあったりするんですか、はい、工夫ですか、はい、まあ、やっぱり偉大なる夏リーダーの背中を見て育ったので、まあ、夏リーダーのおかげですかね、ちょっと噛んじゃった立てるね、まあ、ちょっとここはね、強くしとかないと。なるほどね、きっとどこかで見てるからね。あ、そうですね、怖い怖い、怖い怖い。さあ、そんなどこかで見ているといえば、そんなどこかで見ていらっしゃる方から、はい、今日ちょっとお手紙を頂戴しているので、僭越ながら代読で僕が動きます、はいはい、よろしいですか、はい、シマ、チアドラゴンズ合格おめでとう。そしてリーダー就任って本当？驚きと喜びでチアドラゴンズ2018がどうなるかとドキドキと楽しみでいっぱいです。トヨタ教室の生徒として誇りに思います。シマが入ってきたのは中学生、新体操が得意だったシマにとって、私のレッスンはヒップホップの要素が多くて、リズムを取るのもなかなかできなかったり、振りを覚えるのも大変だったりでした。なんか泣かせる BGM とかも、ハンカチ忘れちゃった、どうしよう。そしてイベントドームには一切参加しなくて、この子は本当にレッスン楽しいのかと疑問に思った、はい、きっとやめちゃうかもなと思うこともありましたが、その後もやめることなく、チアドラゴンズになりたいと夢を持っていることを知って、島をチアドラゴンズにすることが私の夢になりました。
そのために今では考えられないけどダイエットも頑張りましたね。はい、頑張りました。どうしたら合格できるかを話したりもしました。頑張ったことはたくさんあるけど、これまで何にも参加しなかった島が2015年の発表会に出演してたくさんの人に出会えて開花したこと、とても成長したなと感じていました。今でも嬉しい報告を必ずしてくれる豆な島ちゃん、2018年リーダーとなりますが、感謝の気持ちを忘れず島らしく笑顔いっぱい頑張ってください。はい、チアドラゴンズ OG 小島陽子、ありがとうございます。元気いっぱいって言われてるのに初めから泣いちゃったんですけど、どうしたらいいですか。冒頭から泣かせるのつらいよこれ。なんかね、私結構泣かないキャラで来たのに、なんかどうしましょう2018年。いいんだよいいんだよ、就任時はいいんだよ、はい、そっからね、涙は今日だけにします。はい、というわけでね、小島陽子さんから嬉しいお手紙ですね。嬉しいですね。今日このイベントが終わったら先生にすぐ LINE しようと思ってたので。あ、そうだったんだ。はい、まさかこんな風にお手紙いただけるとは思わなくて、びっくりです。本当にまめな方なんだね。もう何かあったら絶対陽子先生に報告するようにはしてるので、もう今日も絶対言おうと思って。これ冒頭からね、こういうエピソードを聞いたね、ここに立ってる皆さんはもっともっとそういうことしようときっと思うよ。した方がいいよ。ぜひ願っていただければと思います。さあ、ではですね、早速その皆さんをですね、新人のメンバーの皆さんをご紹介させていただきたいと思うんですが、今回ですね、私も僭越ながら審査には携わってないですよ。ただオーディションは体験させていただいた中ですね、感じたんですけども、改めてやっぱチアドラゴンズって素晴らしいなと思います。本当にオーディション厳しいよね。そうですね、ピリついた雰囲気の中、一生懸命頑張ってます。この俺がヘラついた顔できないいや、そういう感じなんですけど ね、 ね、はい、そんな中選ばれた素晴らしいメンバーですね。はい、キッズ出身の方が今年18名中結局9名。はい、たくさんいるんですよ。キッズ出身の方が5割まで来たってことですよ。はい、はい、私も含めだよね。はい、サブリーダーの2人もキッズ出身です。あ、そうだ。はい、いやー、すごいことです。だからといって妙な忖度が働いているわけではないということを、はい、そこはきちんと結果こうなったということをね、お伝えしようと思います。はい、みんな努力してるんで。そうなんです、はい、もちろんです。さあ、そんな、見事選ばれた皆さんにですね、一言ずつ自己紹介と意気込みを語っていただこうじゃないかということですね。はい、去年はここでいろんな一発芸も出ました。別に一発芸やらなきゃダメだと言ったわけじゃないんですけども、自然にそういう流れになりました。今年のメンバーはどんなことを語ってくれるのか楽しみにしていきましょう。はい、それではまずいきましょうか。 B さんからいきましょう。